どうも、2週間ぶりに、お送りしておりますポセイドン石川のファーストフーテイク、ということでございますけど、皆様最近いかがお過ごしでしょうか。ここで一つ、お知らせがあります。毎週お届けしている、こちらの番組なんですけど、不定期だったので、この度、曜日と時間を固定しようと思いまして、皆様、メモの準備はよろしいでしょうか。毎週、日曜日の、午後3時、15時からですね、こちらのポセイドン石川のファーストフーテイク、継続して、お届けしたいと、思いますので、もしよかったら皆さん、ぜひ、楽しみにお待ちください。なぜ日曜日の15時からなのかというのは、おそらく皆様、なんとなく察する部分があるとは思うんですけど、そのご想像、多分間違ってないというか、多分当たっていると思います。ということで、夏が終わりますけど、今週も一曲、お聴きいただきたいと思います。山下達郎さんの名曲でございます。さよなら夏の日、どうぞ。波打つ夕立のプール、しぶきを上げて一番素敵な季節がもうすぐ終わる、時が止まればいい、僕の肩でつぶやく君、見てたさよなら夏の日、いつまでも忘れないよ、雨に濡れながら僕らは大人になってゆくよ。瞳に君を焼き付けた尽きせぬ想い、足跡になればもうここには僕らはいない、巡るすべてのもの急ぎ足で変わってゆくけれど、君を愛してる世界中の誰よりも言葉じゃ言えない、伝えたいよ今も。ご覧最後の虹が出たよ、空を裸足のまま駆けてゆく、訪れたとしても、さよなら夏の日、いつまでも
忘れないよ。雨に濡れながら僕らは大人になってゆくよ。はい、ということで、さよなら夏の日をお聞きいただきました。冒頭ね、なんというか夏が終わるということで、言ってしまいましたけどね、ちょっとポセイドン石川の中ではまだ夏はちょっと終わらせたくなくてですね、実は今、告知になるんですけど、自分のオリジナル曲、ゴリゴリサマーチューンなんですけど、こちら MV 制作を、しております。もし、間に合えばですね、夏が終わるか、秋が始まるか、ギリギリのラインになるんですけど、公開したいと、思っておりますので、皆様ぜひ、こちらも楽しみにお待ちいただければと思います。それでは、ポセイドン石川の、ファーストフテイク、また来週、もう同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。皆さんごきげんよう、さようなら。ライドオン。